大谷翔平、7年目のキャンプイン。初日ニットキャップは反則。え、朝は寒いのかな。息が白い。本当に寒いんですね。どうかご無理なさらずに、実り豊かなキャンプとなりますように。寒そうだね。ニット帽とネイビーブルーのジャケットアンバランスなようだけど、大谷さんがしちゃうと可愛い。ついに始まる。ワクワクして寝れん。新天地でのキャンプが充実したものでありますように。うわあ、もう始まっている。眠れなくなっちゃう日々が来るんやね。つなぎ来てるのかと思った。深夜だから、打とうとしてるのかと。今日ちょっとダボってて可愛いな。現地時間8時半は草。もう野球したくてノリノリやん。現地午前7時47分には山本由伸も来てたね。結構リアルタイムで情報来る世の中すげー。大谷くんのファッションが洗練されていくたびに、いつからこんなにオシャレになってたんだろうと思ってる由伸は前からオシャレなのはわかるんやけど、ニット帽可愛いな、ガタイはエグいのに、なぜ可愛いんだ大谷翔平。